ドイツ海軍の通報艦、ヘラフランス海軍の通報艦、ブーゲンウィル級の一隻護衛通報艦、コマンダン・リビエル級フリゲート。60年代型通報艦、ジョアン・コーチニョ級コールベット。通報艦は、情報の伝達を主目的とする小型の軍艦のこと。無線通信技術などの情報伝達手段が、 発達していなかった20世紀初頭まで、艦と艦との間や地上との間での命令、報告の伝達を担った。これらの通報艦のサイズ、能力は、水雷砲艦やコルベット、スループと同等であることが多いため、通報艦という独立した艦種を設けず、これらの艦に通報艦の任務を担わせることも多かった。その後、無線通信技術が発達したことにより、 伝令任務については専人の官邸を充当する必要性がなくなったため、フランス海軍、ポルトガル海軍以外からは姿を消した。フランス海軍、ポルトガル海軍では、本国と海外領土、植民地との間の命令、報告の伝達を担い、その任務上海路を警備し、現地での権益と治安を保護する中型艦も通報艦と呼び、 その後伝達任務に関してはそれを終えた後も同じ監視名で運用された。大日本帝国海軍では1898年から1912年まで監縮分として存在した。海戦では船体の非戦闘側を並走して機関の旗信号を各艦に伝える任務を負っていた。20世紀以降、植民地、海外領土の海上治安活動については、 イギリス海軍ではスループがその役割を担い、フランス海軍、ポルトガル海軍では通報艦、植民地通報艦として整備し続けていた。これらは英語文献では一般にスループと訳され、日本語文献でもスループとなっていることが多い。1950年代、冷戦構造の成立と海外領土の縮小を背景として、フランス海軍は 通報艦に護衛駆逐艦任務を兼任させた護衛通報艦の整備を計画した。これによって配備されたのがコマンダン・リビエル級フリゲートであり、またポルトガル海軍も巡道警官であるジョアン・ベーロ級フリゲートを配備した。これによって純粋な通報艦の警布は一旦途絶えることとなった。しかし1960年代後半、 ポルトガル海軍のホジェリオ・ドーリベイラ設計官によって設計されたジョアン・コーチニョ・キュー・コルベットは通報艦の原点に回帰したものとして開発された。これはポルトガルの植民地戦争を背景に南大西洋、インド洋海域において限定戦争、低強度紛争に投入できる低コストな2 9 0戦闘艦として開発されたものである。千五百トン未満と小型の艦隊に最低限の 砲口兵器及び対戦兵器、センサーシステムを装備しているが、魚雷発射艦や対艦ミサイル、股間防空ミサイル、C4I システムなど、強力だが、手のかかる新型装備は搭載されなかった。高知女級のコンセプトは成功したものとみなされ、同国海軍は引き続き発展型のバッティスタデ・アンドラーデ級コルベットの整備に入り、また、 スペインもデスクビエルターコルベットを開発した。また、フランスも同様のコンセプトによるデスティエンヌドルブ9通方巻を開発、配備した。さらに、これらのコンセプトは、第三世界諸国においても支持されることとなり、デスクビエルタ9はエジプトやモロッコ、デスティエンヌドルブ9はアルゼンチンやトルコに輸出され、またアルゼンチンは、 ドイツ製の名工140型フリーゲートをエスポラ級コルベットとして配備した。ありがとうございます。